おはようございます。おはようございます。現在は6時です。今日は何をしますか？歌のピクニックを作ります。初めて一緒にピクニックを作ります。じゃん、前夜の洗い物が残っております。6時はこんな感じです。サンドイッチとジュースとポテチとフルーツとコンポートと水筒、うん、あとお着替え。じゃあ準備をします。茶色いパンに作ります。今日は何をするんですか？あの、風ボートや。はい、何をしに行きますか今日は？風ボート。風ボートとは何ですか？あの、なんか羽をなんか引っ張って、それでもう一人がこういうふうになんか、こういうふうになんか、こういうふうになんか出たりする。全くもって想像がついておりません。想像、これで分かった人いるかな、歌の説明で。みんな分かった？みんな分かったかな、うん、風ボート、うん、じゃあママが何も知らないだけということでね、うん、何だよ風ボート。うわー、いやいやいや、何個持ってお腹空くわね、絶対風ボートやったら。また今日行っても、あと3個もピクニックある。これは朝ごはん。もう回答してない、間に合うかな。もう探れた。朝ごはんじゃなかった、これやったー。チキンだった。朝ごはんじゃなかった。まだ眠くてさ、起きてなかった。これが朝ごはんだった。オレオのマフィンです。びっくりした。最近すっかりボンボンとか買ってあげてないので、ピクニックがこうやって学校にピクニックがある時だけボンボン、好きなボンボンを買ってあげる。あとジュース。これです。今日のチップス。これおかずです。マックを買ってポテトを食べるみたいな感じで、サンドイッチとポテトです。ポテチ。ポテチ。お菓子です。お家出るの何時だっけ？出るの8時10分なんだけど、まだ6時10分くらいで、なんでこんな簡単な弁当なのに6時に起きる約束をしちゃったのか、ちょっと意味がわからない。早起きの約束しちゃったね。最近スーパーで油売り出すようになったからさ、しよう。昨日久しぶりに油買ったよね。4リッター買ってきて、油だけでさ、いくらしたんだろう、2000円くらい、通常2ユーロくらいで買えるんだけど、たっけーと思いながら、もう1日ポテトめっちゃ食べるからさ、ポテトフライね、油がないとね、やっていけない。最近ほんと忙しいからどこも行けてなくて、動画何もないんだよね。語学学校のパーティーにも行ってきました。もう学年末だから、パーティー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 最初のパーティーだ。やばい、やばい、今日一日持つから。最近プール行きだしたからさ、さあ今日どこで何をしてくるか何も把握してなくて、何も知らないんだよね。何にも持ってお手紙もらってなくて。いやでもどこに行くとは思ったよ。あといつって。
の。人の遠足のために自分がなんか弟楽しみで早く起きてきちゃってんじゃない？ママが一人でやった方がね早いんだけど、お兄さんが一緒にやるって言ったもんだから、ママは何もあまりやずに見ております。そうそう、それでね、なんか持ってくるものがさ、海入るのにさ、海入るんだっけ、水に入るのにさ、持ってくるものがさ、着替えと靴をもう持ってくるんだけど、なんかそのよく風のボートをやるっていうから、持ってくるものがさ、風ボート、風ボートね、風ボートをやるって言われたから、なんかてっきりやっぱ水着とかが必要なのかなとかさ、なんかあの脱げても大丈夫なこうサンダルとかが必要なのかなとかさ、えもう濡れるの分かってるから、なんで水着じゃないんだろうとかね、そんな感じで。いや濡れるのが分かんないよ、だってもしかしたら落ちないかもしれない。だってボートやるんでしょ、うん、っていう感じで、もう噛み合ってない、だから風ボートだから、なんか丘サーファーみたいな感じの丘の上でやるのかな。丘って何？あの芝生みたいな。違うでしょっていう感じで、何をしてくるのか分かりません。行ってからのお楽しみという感じで、じゃあサプライズの風サーフィン、水ボート風ボートじゃないの？あ、そうそう。そのね、水ボートやろう、風ボート、水ボート、もう何でもいいんだけど、はい、これやってもいい？まさかそのスプーンでやらないよね？いや、やんないよね。何も考えてないうちの長男はですね、たった今ですね、このね、使い切りもしないようなマヨネーズにね、このスプーンで直に行こうとしたわけ。だから何も考えてないお前はっつってパパに怒られるんだけど、使用して、あ、おぉねえ、こうね、こんな大きいところに入れればいいのに、ここに引っ飛ばすんだよ。もうなんかさ、だから一人でやった方がさ、綺麗に終わってさ、ちゃっちゃちゃっちゃ終わるのにさ、もうさ、っていう感じで大変よね。あとはレモンも適当になんか入れときます。種入れないの？いやいやいや、入れてやるよ、ムカつくから。マジで早く作れるのですけど、ちょっとまあ、歌兄さんが一緒に起きてやりたいってことだったから、こっちは早起きしてよかったね。うん、早起きして、あ、ジョーもそうですね、お願いしてないのにジョー君も早く起きてきてくれたりとかして、終わった後になんかちょっともうちょっと寝よっかなくらいに思ってたんですけど、今日は一日早く起きてラッキーって思って、なんか頑張ってみたいと思います。ほら、嘘でしょ、ちゃっちゃらちゃっちゃ、お姉さんも起きてきちゃった、おけつというわけで、完全に寝る時間はなくなりました。6時半過ぎくらいなのに全員起きてきてしまいました。本来なら7時半近くまで寝てるんですけど、昨日の夜も6時37分、変わんねえよっていう感じで起きてきてしまいました。お姉さんのサンドイッチです。ビッグサンドイッチ、ね、やっぱ食べ盛りだね。何でも分かるのにさ、聞いてくるのマジでムカつくわけ。このゴミどうすればいいみたいな、いや捨てる以外ねえだろっていう感じ、分かりますかね、これどこにしまえばいいみたいなのとか、いやいや、いつもじゃああんたそれどっから取ってんのとかさ、危なかったよね、あと一歩で家から出されるとこだった。あれママいなかったら絶対出されてたわ。しかもさ、お風呂前だったからさ、すっぽんぽんなわけ。すっぽんぽんで出されるのはちょっときついよね、どこにも行けないじゃん。やつ持ってくるな、はい、ちゅっつるちゅちゅん、卵のゴミをどうしてしまいましたか。ここをきれいにしなさいって言って、ここに入れてると思ってたら、どこにゴミ箱あると思ってんの、マジでさ。すごい、急激に物価も上がった上に歌の食欲もさ増えたから、うちマジでやばいわ、食費やべえ。ママ完成です、歌のおかげで。リップロックに入れて、フルーツも完成です。もっと入れてよ。
感じね。はい、これが高野さんちのまだ起きて 4,50 分のバッタバタな感じでした。では、最後までご視聴ありがとうございました。